ちょっと話題転換です。浜さん、そして小泉さんにお二方に来年2013年ですね、実現が期待されるビッグマッチ用意してもらってます。じゃあ、お願いします。まずじゃあ浜さん、おメイウェザーアルバレスカネロですね。アルバレス、そうです。まあ、この試合は、ま、今ボクシング界、ま、世界のボクシング界ですね、はい、その中で技術面、精神面、そして、ディフェンス面全部含めたナンバーワンを決める試合になるんじゃないかというふうに思いますね。そしてファンもこの試合は一番見たいんじゃないかというふうに思いますね。いや、見たいです。これは素晴らしいカードです。で、ジョーさんいきましょう。ジョーさんからね、また得意の感じで、え、これ読めますか。読んで読みますよ。ドメアタイですね。リゴンドーラ。ありがとうございます。わざわざこれ書いてる時に山中ちゃんとなんで漢字書くんですか。ボクシングでは意表をつくパンチが効くんですね。それの象徴、はい、ありがとうございます、はい、アドバイス時間をしましたからね、はい、そう、分かりました。じゃあ、 山中さんには、はい、今年、来年のですね、抱負、はい、目標などを書いていただきました。目標は、はい、ドイツ戦。お、ドイツ戦というのはどういう意味でしょうか。はい、まあ、自分は WBC の世界チャンピオンなんですけど、はい、まあ、他の団体には WBA もありますし、IBF もありますし、 WBO もありますし、はい、そういったチャンピオンとやって、統一チャンピオンになりたいという思いはあります。はい、これは順調にいくならば、はい、それこそ歴史に名前がきっちりと残ってますね。そうですね、まあ、残せるように、はい、やりたいです。ぜひ夢を、ね、はい、一緒に体感させていただきたいと思います。ということで2013年ね、本当に楽しみ、大いに盛り上がっていくことはこれ間違いないと思います。はい、さらにですね、エキサイトマッチでもおなじみ俳優の香川照之さんにも今年のベストマッチと来年の期待するカードを伺っていますので、そちらもご覧ください。やっぱり1年を締めくくる時、というのは後半に起こったことが衝撃的であればあるほどその1試合に集約されるものですが、まあ、言うまでもなくこれです。マルケス KO パッキャオ。ちょっとボクシングを見続けてきた者にとっては本当に新種のパンチというか新しいものが生まれた瞬間だったと思います。マルケスが6ラウンドの終盤に放った右ストレートというのは本当にパッキャオの顔面の方がそっちに吸い寄せられていって、マルケスはもっと打点があと 0. 点何秒先で一番インパクトが大きくなるはずなのに、インパクトがまだ到達してない時点であれだけの衝撃を生んでしまったというのが、パッキャオが転落したという衝撃ももちろんなんですが、あのパンチの特殊性で僕はやっぱり1位に、この2012年、本当に不思議なパンチだったなと思いました。はい、2つ、2013年はキューバ人に期待します。うん、2人のキューバの無敗のスターがどう大スターと戦っていくかというのがちょっと僕の中で、まあ、ドネアですね。このドネアに立ちはだかるのはリゴンドぐらいしか考えられない。そしてもう一人、ユーリクス・ガンボア、まあ、エドレン・ブロナ、これこそが、まあまあ、皆さん思ってると思いますけど、まあ、メイウェザー後継者ということで、やっていただきたいなと。いずれにしてもここを中心には回っていくことは間違いないので、この方が誰とやるのか、でさらにもう一つ上と上げていくのか、うん、だと思います。はい、ジョーさんと同じドネア・リゴンドありました。表記が違いましたけどね。香川さんが普通の表記です。、はい、2013年も世界のボクシング界大いに盛り上げそうですね。楽しみです。はい。